北岳山荘と北岳北岳山荘のクライズ八本派のコル付近より北岳山荘園形へ。左にそびえる山は中白根山。北岳山荘は南アルプス国立公園内の赤石山脈の北岳から中白根山にかけての安部、標高2900メートル地点にある山梨県南アルプス市営の山小屋である。小屋から北岳の山頂までは、 上りが約1時間20分、下りが約55分の歩行時間を要する。1978年7月に山梨県が建設した鉄骨2階建ての山小屋で、収容人員は150人。山荘周辺にはキャンプ指定地がある。山小屋としては近代的な設備であり、また白鳳山山の重走路に位置していることもあって、夏山シーズンは大変混雑する。 山荘に併設する形で夏山シーズンのみ昭和大学医学部の北岳夏山診療所が開設されている。営業期間外は緊急避難用として小屋の2階の一部が開放されている。周辺は森林限界の廃末帯で多くの高山植物が見られ来鳥の生息地となっている。北岳では初夏にその固有種の北岳荘が見られる。 富士山を正面に望むご来光のスポットでもある。2018年9月現在来ただけ、山荘横からの眺望来ただけ山荘横からの眺望。ありがとうございます。